はい、どうも矢沢です。今回は私矢沢がカメラはなるべくいいものを買っといた方がいいよという理由についてお話しします。以上でください。はい、改めまして矢沢です。今回も慶太郎くんに来ていただいております。はい、皆さんこんにちは、慶太郎です。はい、で今回のテーマはですね、私が普段カメラ購入の相談を受けた際に、目的に合った機材の中でなるべくいいもの、いいものってのは大体高くなりがちなんですけど、そういったカメラを買っといた方がいいんじゃないかなっていうアドバイスをしているわけですけれども、その辺の理由についてお話ししていこうかなというところで、今回ね、慶太郎くんに来ていただいているのは一つ前の動画でお話ししてますけれども、最近ね、ペンタックスのカメラを2つあるうちの1つを手放したと。その辺が結構ね、実例として、ちょうどいいんじゃないかなっていうところで、そのね、ドキュメンタリーも含めて、ちょっとその辺をお話ししていこうかなと思うんですけれども、私がなぜね、そうやってなるべくいいもの、高いものになってくるんですけれども、なるべくっていうつけてるところがポイントでして、人それぞれそのなるべくの度合いって違うじゃないですか。10万円でも高いなって思う人もいれば、100万円でも全然ポンと買えちゃう人もいたりとかするんで、なので目的をね、最初に聞いて、こういったのが撮りたいんですよね、で予算はどれぐらいって聞いた時にこれぐらいですって言われたら、じゃあこの辺がいいんじゃないかなっていうアドバイスはよくするんですけどね、そういったことでお話をさせていただいているんですが、慶太郎くんがね、この最近ペンタックスを手放した理由っていうのが、そういったところにかかってくるんですけど、私の場合はその何ていうかな、会機種から、徐々にステップアップしていく、グレードアップしていくっていうのも全然否定はしてないです。ただ自分はそれをやってこなかった。私の場合はフィルム時代にもう最初からフラグシップ機の F5、それに第3弦、クリッポのソロボも一番いいやつを揃えてっていう、最初に最高機種を揃えた。それは仕事だからね、失敗できないっていう理由なのと、あとこれはお互い共通の趣味ですけど、楽器をやってたじゃないですか。で楽器をやって、それでその分野を通して学んだこととして、道具って大事だよねっていう。そうですね。いいものほどやっぱりいい音が出る。楽器の場合はヴィンテージとかね、ちょっと別に話題もありますけどね、付加価値があるんで、カメラとまだ一概に一緒とは言えないんですけど、総じて道具ってそういうもんじゃないですか。だからなるべくハイスペックなものを買っておいた方が、後で何か目的が広がった時に、これができない、あれができないっていうのがないじゃないですか。買う時にはちょっとオーバースペックかなと思ったとしても、後々なんか、これできないのか、じゃあ買い増ししなきゃいけない、買い替えしなきゃいけないっていうことが起きないので、その方がいいんじゃないっていう説明をよくしてるんですよ、ね。その、あれができない、これができないというのがまさに、ケタロ君が今回起きたわけですよね。しかもフラグシップ機で。そう。バッファー詰まりするっていう、バッファー詰まりするフラグシップ機。そう、ね。それもちょっとね、なかなかですよね。この辺のね、詳しい話は一つ前の動画をね、概要欄のリンクから見てない方はぜひ見ていただきたいんですけれども、K1 マーク2ですよね。で、ペンタックスのフラグシップ機フルサイズで第3弦まで揃えて、撮り始めて、最初はね、風景撮ってたからそんなに気にならなかったのが、人撮り始めたら詰まり始めたので。まさに目的が広がったことによって、そのデメリットに気がついてしまったというね。っていうところで、Z6 に買い替えたという、流れがあったりするわけですけれども。ね。本当にその例にはまっちゃいすぎててね。そうだよね。気がつかないっていうのは確かにあるんですけど、であれば、やっぱりいいものを買ってた方が、で、矢沢さんもさっき言ったけど、順番にステップアップしていく。っていうのは多分普通に考えたら普通の考えだと思うんですよ。そこに経験者がアドバイスするんだったら、こういうことがあるから最初からいいのを買った方がいいよっていうのが、自分が経験から得たアドバイスするならそれですね。それは経験者のアドバイスたるものですから、ね、そうですステップアップ考えんだったら、もうこれ買っちゃったらって方が、自分はその方がアドバイスだと思います。そうなんだよね。一から安いもの買ってった方がいいよとは、なかなかアドバイスとしてはしづらいじゃん、それいくらかかんのの話。そう、アドバイスとしては失格だよねっていうところで、あと自分の立ちもあるんですよね。なんかその効率重視しちゃう人間なんで、これ趣味でもそうなんですよね。それを知らずにさ、最初にエントリーモデル買いました、
で撮ってるうちに、あ、これできないのか、あれできないのか、じゃあ買い増し買い替えっていうところに、まあ、行ってグレードアップしていくっていうのを、まあ、結果的にそれも良かったねっていうのはあるけど、最初からねやっぱりそれが遠回りだって分かっているのであれば、まあまあなるべく守備範囲が、ね、広いものを買っておいて、そうです、ね、後々困らずにストレス抱えずに済むっていう方が、誰にとってもおそらくいいと思うし、はい、アドバイスする側としてはそれじゃないとアドバイスじゃないよねっていう、うん、でもこれ言うとね、必ずやっぱね、ステップアップしていくのも勉強ですとか、自分はそれで良かったですっていう人がいるんだけど、はあ、それはあなたはそうかもしれないけど、人に勧めますかっていう話なんだよ。それはひどい話だと思うんですよ。だって分かってるじゃないですか。分かってるのにね。ね。そうなんですよね。だから自分は物の買い方はあれなんですよ、ちょっと違って、最初はとことん安いやつなんです。でそこでうっすら様子が分かれば、もうその後はドンって買うっていう、そういうやり方なんですけど、ここでねドンとしたつもりだったのが、ドンとしきれてなかったですね。そうだね、そうなんだよね。だから、それでまあタイミングもあったのかな。だからそこで矢沢さんとはまだね、あれしてなかったもん、 SNS だけのつながりの頃でしたから、そうじゃなかったら違ったのかなって気がしますけど。そうだね、だから、まあ、SNS ではね、もうそれこそどれぐらい、もう十何年ですよ、ね、前から接点があるというか、だからお互い今何に興味を持ってるとかっていうのは、まあ、つぶやきというかな、その投稿で分かるわけだけど、だからまあ慶太郎くんが一時期山にはまっててさ、そこからクラシックの音楽にはまってさ、そこからカメラにはまってて、遍歴は大体見てるわけですよ。カメラやり始めたんだっていうのも SNS を通じて見てたんで、まあ、山登りとペンタクスはなるほどねっていうところで、まあ俺だったら別に物勧めたけどねと思いながらさ、それは言っちゃうと野暮じゃないですか。あ、まあ、それはそれでまあ本人が気に見て買ってるという、まあね、投稿してるんで、そこに水差すようなことは言わないのが大人なので言いませんけど、でも多分自分に相談したら絶対違ったなって思うのと、今ペンタックスってなかなか茨の道だよなと思ったら正直なとこで。いや、ただね、そうは言っても K70 って1個残してるんですけど、そうだね、残してるからね、これは手放す気はないんですよ、っていうのはやっぱり山行くんで、そこにはこれは絶対いいと思ってます。そのペンタックスの防塵防滴、体感性能で、もうそれは自分はほら雪山にも連れてったし、土砂降りの北アルプスもあるし、岩の山もあるし、そういうとこ全部連れてって全部写真撮ってきてくれてますんでね、これは自分の何だろう、経験仕様から来る信頼がもう絶対的にありますんで、なんかだからそういうところにはこっち使います、でもっと性能が必要なところには新しく買ったカメラ使いますっていう、最終的に俺好みだと思ってるんですよ、単純に画質がいいっていうことがベストとは限らないじゃないですか、っていうところもあったりするんで、その辺は、まあ、ある程度せっかくね比較対象のものが手に入ったわけだから、それはやってた方がいいかなと思います。うっかり手放したりして、これにはその未来が見えるけど、ね、今こうは言うけど、こうは言ってるけど、まあね、いろいろ試して自分が考えた結果ならいいんじゃないですか。Z50 買いましたとか言うかもしれないですよ。なんかね、なんか Z50 ね、あれめちゃくちゃ小さいですけどね、確かに。あとあれですよ、登山系 YouTuber のカホさんが使ってる Z30、30ね、あれファインダーないですよ。んファインダーがないです。あ、そうですよね、ただちっちゃくて山に持ってくには良さそうだなと、そうですね、でバリアングルだから自撮りもできるんで、 YouTube やってるあなたには向いてますよ。そうですよね、なんて予告になっちゃったりしてそんなに高くないし、ね、っていう未来が俺には見えますけど、ね、でもね、真面目な話をすると、今慶太郎くんがさ始めたのって何年前でしたっけ。3年前です。3年ぐらい前ですよね、でその頃ってもうミラーレスもそこそこ成熟してきていて、まあもうミラーレス最初から買った方がいいよねっていう風潮になってきてた頃なので、だからまあ自分に相談されたら今からだったらもうミラーレスだよねって、まあ、言わず言ったと思うんですよ。でそこでレフ機、まあ、相談した相手の方が勧めたっていうところでなんですけど、まあそれはそれでね、あのレフ機を経験したっていうのは、まあ、過渡期の中ではギリギリなんかいい経験だったかな、まあ、買い替えをその別にね遠回りだと思ってないのであれば、それはそれで全然いい経験だと思うんですよ。で自分もフィルムからレフ機の過渡期っていうのをまあ仕事ですけど経験していて、で
やっぱりフィルムなんて1年ぐらいしか使わなかったですけど、うん、それ経験してたのはすごく財産だなと思いますよ。うん、ましてこんな発信するなんてさ夢にも思わなかったけどさ、うん、やっぱり F5 使ってたっていうのって何かとやっぱり口に出して何か説明とか経験談として話しますからね。うんうん、まあ、レフ機の良さとミラーレスの良さそれぞれ、ね、分かってるわけだしさ、うんうん、そういう点では、まあなたも YouTube やってますからね、はい、そういう点では比べてやってもいいかも、うんうん、面白いと思いますけど ね結構ね比較動画って伸びますよぶっちゃけ、うん、正直ね、おじさんが一人で撮っても全然伸びないですそりゃそうです、そりゃそうです。自分がそれ見るかって言われたら多分見ないですもん。ですよね、これも1本ぐらいしか見てないです。そうでしょう、うん、つまんねえなと思いながら、まあ、ただほら自分はメリットあるんで、うん、モデルさんが見てくれて、あ、こういう人なんだみたいな、あ、うん、まあパーソナルな部分をね、知ってもらうのはいいかもしれないですけど、うん、一回比較動画なんか自分のチャンネルでやってみてもいいんじゃないですか、うん、そうですね、うん、はい、この辺は楽しみですけれどもね、うん、まあ、なのでまあこの動画ね、何を言いたいかというと、はい、まあまあその最初からいいものを、ね、買っといた方がその効率的ではあるっていう意味で、まあ、アドバイスを求められた側としてはそういう答え方にはなるし、うん、でまあ、なるべくいいものっていう、なるべくっていうのは皆さんの身の丈に合ったというか、うん、経済力に合わせたものにすればいいよねっていうことをちょっと改めてね、ちょっとお伝えしたかったというところと、はい、鉄鋼のサンプルがいたでもそこって本当人それぞれですからね、うん、身の丈に合ったが一部最初に言ったように100万の人もいれば20万とかの人もいるんで、そこは冷静に聞いてあげてですよね、うんうん、うちの視聴者さんなんて私にそそのかされて1000万の投資してますからねそうそう、そういう人もいます、そういう人もいますからね私より生きたい持ってますからねそういう方もいらっしゃいますけれども、まあ、それは人それぞれ目的によって変わりますからね、うんうん、だからまあ最初からなんてわからないじゃないですか、うん、自分はまあ仕事でしたけど、それでもやっぱり胴体を取るなんての頭に最初なかったから、ね、サーキットでレースクイーンを取るっていうところからスタートして、やっぱりその後で道場揃う必要になってきたりとか、うん、実際に暗所での動態ってなってきた時に、まあ俺その時フラグシップも使ってたんで、うん、その時にあちゃーってのはなかったですけど、それでもまた技術的なところとか設定っていうのは一から洗い直さなきゃいけなかったん で、うん、で今みたいに YouTube なんかないからさ、うん、そうですよね、もう本当手探りでしたけどもね、うん、今でいろいろとストロボの多頭ライティングとかで、まあまあ奥深いところに今首突っ込んでますけれども、うん、そういったところで、まあ、飽くなき探求っていうのは、うん、尽きないわけですけどね、そうですね、まあ、そんな感じで今回は私がなぜ、ね、はい、初心者の方とかカメラ購入に対してアドバイスするときになるべくいいものを買っといた方がいいよという、まあ、理由について、ケイタロ君の経験談も含めてお話をさせていただきました今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価ボタンを、でケイタロ君の方も、Twitter と、ね、あと YouTube の方もやっておりますので、うん、そちらの方を見ていただければと思いますし、うん、であと私最近ちょっとサボり気味ですけどサブチャンネルの方もやっておりますので、ね、そちらの方もぜひ、ね、フォローしていただけますと大変嬉しいです。以上でございました。ケイタロでした。